作業。早速作業を始めたい方は概要欄にチャプター貼っておくので、そこから飛んでください。その前にこの星空の説明を簡単にしたいと思います。今見えている星空は2020年9月19日午後8時過ぎに街明かりをすべて消した時に見える星空です。今東の方角を見てかなり真上を見上げた時の星空がここに表示されています。実はこの辺りに夏の大三角が見えています。一番上に明るく輝いているのが琴座のベガ、織姫の星です。少し下に見えているのが白鳥座のデネブ、一番右側に見えているのが鷲座のアルタイル、彦星の星です。この3つの星を合わせて夏の大三角という風に呼んでいます。織姫と彦星の間には天の川も流れています。ということで今日は夏の大三角を眺めながら作業していきましょう。今日はこの本をやろうと思います。機械学習のための連続最適化。の勉強を少ししていまして、特にこの本の15章スパース学習っていうところをやりたいと思います。で今から1時間60分ですね。早速やっていきましょう。よーいスタート。
Thank you.
Thank you.